ということで始めないとだね。皆さんお久しぶりですかね。はい、全然動画出してなくて本当に申し訳ございませんでした。はい、ごめんなさい。素直にごめんなさい。正直にごめんなさい。ですね、言い訳っちゃ言い訳なんだけど、先週の金土日月と彼氏と会ってまして、そっからちょっと動画サボってましたね。でインスタのストーリーで Vlog 撮るかもって言ったじゃないですか。はい、言ったと思うんですけど撮れなかった。何回か撮ってみようと思ってやってたんですけど、うまく撮れなくて今回はなしになりました。はい、あ、カラコンつけました。今日てかね、ここで撮るといつも暗く見えるの、なんでなんやろ。暗いよね絶対。申し訳ないです。とてもとてもとても申し訳ないです。とてもとてもです。本当にとても。パウダーどうしようかな。これでいいかな。はい、ということでやっていこう。雑談メイクだけど、今日はディオちゃん風メイクします。できるかな。できないだろうねきっと。またパフ持ってくの忘れた。待ってね。パフはいいや。性格出てるよ。してあげてね。はい、ということでやっていきます。ということで何の話しようかな。ああそう、彼氏と金と日月って会ってたんですけど。とてもとても楽しかったです。だけど忙しくて、忙しかったっていうか、はい、なんか眠れなくて、あまり私そう3泊4日したんですけど、寝不足で帰ってきた瞬間爆睡しました。本当に彼氏には申し訳ないけど、寝れたって言われたんだけど、あんまり寝れなかった。緊張で緊張で寝れませんでした。とてもとてもです、本当に。で、前も言ったと思うんですけど、私ね、彼氏が韓国人なんですね。だからもう当たり前のように寝ても違う、朝も夜も一日中ずっと韓国語が耳に入ってくるわけですよ。なんかね、今でもそれがね不思議なの。なんか電話越しだとね、もう前から友達と電話とかしてるから大丈夫なんだけど、なんか、ね、直接会ってこう話すとねまた違うんだよね。不思議なのよ。前も言ったけど、周りは日本語喋ってるのに、私たちでも韓国語で喋ってるみたいな感じ。なんでここ暗いの？暗いよね。肌暗くない？ごめんね、なんか。焼けたのかな？私焼けたことなんかしてないんだけど。デートした時もめっちゃ日焼け止め塗りまくって、全然焼けなかった人間なんだけど。いつ、どう焼けたの？って感じですね。ということです。塗っていこう。コンシーラー。コンシーラー。あ、肌さ、良くなったと思いません？あれ引いたでしょ？ニキビの薬つけて、いろいろと頑張ったらなんとかここまで戻りました。
なんとかです。はい、コンシーラー塗るとこ多いね私。何の話しよう。次会うのはクリスマスぐらいですね、やっと。でもね、正直言っていいかな、あのね、前回8月に会ったんですけど、その時私緊張しかなくて、バイバイした時も、あ、バイバイって、次また会おうねな感覚だったの。そう、すごいそんな感覚だったのね。また次会えるだよっていう気持ちだったんだけど、今回3泊4日して、でずっとこう寝てる時も隣にいるわけですよ、相手がね。で帰ってくるじゃないですか。でバイバイした時は何もなかったの。あ、またバイバイしちゃったな感覚だったんだけど、帰って寝る時にすっごい寂しくなっちゃって。私普段一人で寝るのが好きな人間なのね。そう、一人で寝るのが好きな人間。あ、でもどう寝る、クッション牛して寝るのが好きなのね。そう、そう、なんかね、その私ね、あの妹ができたのが小学2年生の時だったんですよ。そう、小学2年生の時に妹が初めてできて、そっからさ、なんかこう下に妹がいるからって、弟、妹がいるからって、それまで甘えれたと思うんだけどさ、甘えれなくなってくるじゃないですか。そしたらもう一人で寝ないととかなるわけですよ。それね、寂しくなっちゃうんだろうね、きっと。そう。でも全然大丈夫だったの、もう21だよ。寂しいなと思わなかったんだけどな、今までは。だけど、彼氏と会ってから、その後から、もう、その日はほんまに寝れなくて、びっくりした。ああ、恋、恋っていうのはこういうことなんだ、という。はい。初めて知りました、21歳にして。何にも知らなかった、何にも知らなかったな私、申し訳ないですが何にも知らなかった。本当に相手がね、愛をたくさんくれるから、すごいね、それが伝われば余計だろうね。それがなくなったらそれ寂しく思うわけだ。皆さんもそうですか。本当に、だって最近毎日電話してるもん。前はではそうでもなかったのに。あー、なんかいきなり声がね聞きたくなっちゃって、毎日のように。前はちょっとそうでもなかったんだけど、正直に言うと何があったのって感じ。自分じゃないみたいです。本当に今。何があったんだろう、本当に。ゆらさん、助けてください。この感情って何て言うんでしょうね。わからないね。わかる人なんかいないね。恋って難しい。そう。でもね、でね、今回、その泊まってみて、一緒に泊まってとかデートしてってして思ったことが、私韓国語聞き取れるけど自分から話題を出さないなと思って。そう、話せばいいのに、ここにあるのに、日本語でもそうなんだよ、日本語でも私話せないタイプだから、それは韓国語も話せないわって感じなんだけど、なんか話せなくてね。だから私、次のクリスマスの時の自分の目標は、自分から話すっていうのが目標です。できると思いますか？できてほしいねんけどな。難しいねんな、それがね。はい。てか暑い今日。秋になったはずなのに。暑い。すごく暑い。ということで、そうなの？まだ足りないな、サラサラが。めっちゃサラサラじゃないと嫌なので、私。
のバニラ粉のパウダー使ってから本当余計にあの赤ちゃん赤ちゃんって感じの肌がすっごい好きで、はい、そんな感じ。だから韓国語をもっと勉強しようと思います。韓国語頑張ります。応援してください。今日もね、韓国語勉強しようと。勉強するというよりかはたくさん喋る方がいいんだけど、ね、また韓国語動画出したいと思うんだけどまだ自信ないからね。それこそ Vlog 撮れたらいいな。撮れるかな、人見知りすぎて外で動画は撮れない。動画にしといたらさ、あ、こんなことあったなって見返せるのがいいよね。そう、視聴者さんも、あ、こういうことがあったんですねって見れるし、本人、自分もそうやって見れるわけだから、いいよね。はい。ちよちゃんって眉毛がね、結構、こんな感じだった気がするんだよね。そう、私ね、オッパーと出会ってすごい、あの、完全にじゃないけどなんかね、明るくなったってすごい周りに言われるようになりまして、そう、自分ではあまり分かってなかったけど、そういえばあんまりこう泣かなくなったなとか、そう、なんか私がどれだけこうだったんだだったんだみたいな感じで言っても、あの、悪くないよとか、こうとにかくいっぱいいろいろ言ってくれるからすごい安心するというか、なんというか、なんというかなんというか、すごく素敵な方で、なんか私にはもったいないって思う人間なの。それぐらい本当に本当にいい人で、あのね、 TikTok のライブ中とか韓国の視聴者さん多いんだけど、私で聞くのね、こういう方でって、こうでああでって言うと、やばいねって、すんごい人だねみたいな。もちろん日本人韓国人関係ないよ、外国人とかそういう国の人関係なくあると思うんだけど、韓国の男性とかが俺でもそんなことしないって、すごすぎるこのその彼氏って褒められるから、本当に素敵な男性と出会ったんやなと思って、ありがとうございます。本当に私の YouTube 見てくれてると思うのできっとね、ありがとうございますって言っときましょう。ここでもいつも言ってるんだけど、そう、すごいね、ありがとうって言葉とか、ごめんねとか、愛してるよとか、すごい素直にとか、こういつもそうやって言ってくれるからね、頑張れるよね。去年まではもう彼氏なんて一生作らないって、こんな私に彼氏ができるわけないだろうっていう人間だったな。だけど、うん、今はそんなこと思わないね、きっとね、本当にね。本当にいい人、家族にもすごいいい人だねって言われて、そう、いい人だねって言われて、友達にもあの彼氏ならあれの任せられるみたいなこと言われて、今まで私が好きになった人とか、そうは、この人ダメだよとか、あの、言ったことないかもけど、私、あの、デートとかをしたことなく、その SNS でも、あの、
付き合いあるあるだと思うんだけど、なんか付き合ってもうデートとかそういうのする前に別れちゃったみたいなことって私あって、実はあったんですよ。で会おうとしてたんですよ私も。だけどすごい周りに反対されて、そう、その男性に私なんか会いに来てよって言われてて、ずっとそう会いたい会いに来てって言われたんだけど、それを言ったら普通ねって、男が先に来るんよみたいな、そう会いに来てって何、会いたいなら普通、はい、自分から行くでしょみたいな、そんな感じで彼女ばっか動かすに彼氏はダメだよみたいな感じで言われて、そうで体目当てだったんだよねその人も多分ね。1年ぐらい喋ってて告白されて、ちょっと最初はさ遊ばれてんのかなと思ったら、それだけどそんなにもずっと言われてたもんだから、あ本当に私のことを好きでいてくれてるのかなと思って OK したのに体目当てだったなんか付き合う前に俺はそんなことしないから大丈夫って言ってくれたんだよねって友達に言ったら、それを言ってる時点でおかしいんだよってそう、俺は何もしないからって何って感じって、そうそう、そんなことはもう何にも言わないと思う、付き合って、そうだから、でも今の彼氏と出会って思ったの本当に、今の彼氏は、じゃあ私はその物足りないところ、ダメなところいっぱいある人間なんだけど、そんな私をこう受け入れてくれて、そう、なんか私は何もできない人間なのにっていうと、何がって、俺は歩んだから好きになったわけだし、そう。俺がダメなんだ、あれがダメなんだって言っても、なんでそれで嫌いになるのって言われて、本当に大好きだからって言って、なんかもう本当にたくさんたくさん褒めてくれて、こんな褒められたことないよってぐらいすごいたくさんいろいろ褒めてくれて、そう、でも褒めるだけじゃないの。本当に私がダメな人間だからって叱ってくれる人間なのね。そう、甘えちゃってたんだけど、一回私がめめなことして怒られたことがありまして、その時にこの人だわってなって、そう、そんな感じそんな感じなの、やばいでしょ。またまあ、もし結婚したりしたら顔を出すとは思う、きっとね、きっとだよ、見たい顔、いやさ、私の彼氏の顔が見てみたいですか。ということで今日ジオちゃんメイクだからちょっとライン長めに行こう。うわ、長めにね、長めに。シクサレマ、ソーペゴーパド。何話そう。何を話してた私も。まあ、そんな感じで本当に素敵な人と会いました。何を言ってんだろうね。ぜひ皆様も私の彼氏をどうぞよろしくお願いします何が言いたいんか私にもわからないということで、涙袋を塗っていこうと思います。ね、ちよちゃんってね、涙袋がねぷっくりしてるんだけどね、私と一緒にあんま大粒ラメが似合わないと思うんだよね。だから大粒ラメじゃなくてパールの入ったシャドウで涙袋をぷっくりさせていきます。はい。
先に明るめじゃないちょっと暗めな色を使っておくことによって良くなる。もうちょっと暗い色欲しいな。ここの色塗ろうかな。ここ何もないからいいね。柄があまりなんもないからつけてても大丈夫。うん、どうですか？似てるかな？似てないよね、きっと。ってことでアイライナー、今日いつも以上に長い話が。Kill me, kill me。ジオちゃん自体、ジオちゃん本人自体はこんな長く弾くことないんだけど、結構ステージとか見ると長いんだよね、思った以上に長いんだけど、太く描くんじゃなくて細めで長くって感じだから、こんな感じで描けたらなんか吹けそうな予感する今日。なんか申し訳ないです。申し訳ない、吹けたら。したらここの色を取ってここにつけてあげよう。ここに、そしたら上、なんか上側全然つけてなかったから、上まぶたにもつけていきましょう。そしたらここの色も一回つけてあげて、なんか話すことなくなってる私、もう本当に雑談メイクしたいのに、うまくむかむか、わかんなくなっちゃうんだよね。あれ、私何の話してたみたいな。記憶力がなさすぎて、鶏並みにおかしいです、頭が。いや、鶏さんばかりしてるわけじゃない。そうやって言われてるから言うけど、多分私の方が鶏さんよりはおバカです。はい、お、どう？どう？そしたら、前マスカラつけるの忘れてた。前マスカラ。チークね、まずバニラっ子のいつもよく使って PK02 番ムーンリバーを使います。ムーンリバーだって。そしたらつけていきます。ちょっと待って、私今日リップバーム、リップつけるの忘れてる。なんか忘れてるなと思ったら、チュルンチュルンでしょ。まだマスカラもしてないから大丈夫。えいえい、ちょっとあ、ジオちゃん自体はクールトーンだけど、ちょっとクールトーンもちょっと強めなジオちゃんみたいになってる。
そしたら今日初めて使うんだけど、チフレのねパウダーチークニュアンスパープル系パールのやつなんだけど、これが結構可愛いなと思っていつも見てて気になってたから買ってみました。チフレのチーク結構人気だよね。でもなんかお得なのに綺麗みたいな、すごい安いのに綺麗だよみたいな。はい、うっ、こんな感じこんな感じだよということでビューラーしましょう。ビューラーしました。今日は鍋が少なめ、鍋もだから鍋をちょっと付け足したい気持ちはあるんだけど、何のラーメンをつければいいか分かんないね。ということでいつもな、本当はさミルクタッチ、きよちゃんがモデルしてるやつ、あれをやりたいんだけど持ってないのよ。だからこれさ、ここにすっごいたくさんつくんだよね。私の使い方が下手なのかな。なんか最初はめっちゃ綺麗についてたのに、なんかめっちゃたっぷりつくようになってる。おいしょ。なんか私よいしょがさ口癖らしくて、彼氏もねよいしょっていうのおじさんになって、何歳差ですかってよく言われますけど、9歳差です。相手と私21、相手30です。だからそういうことそういうこと。でも相手が童顔だからね、ちょっと若く見られて、私が逆に老けて見られる人間だから結構年近く見られるかもしれないね。おう、どう、まつげバッチリしたでしょ。で下側もこのマスカラ一応持ってきたんだけど、やっぱこれしか勝たんと思ったのでこれつけます。おお、目力強い。久しぶりに濃いメイクしたらすっごい目力強いんだけど。でハイライト、ハイライトはこれ、これ使います。おおおおお、消す、鼻の先につけて、ここはいいんだけどこれをつけるのね。さっきピンクのチークもつけたから、だけどこの鼻先はピンクだとちょっとあれだから、ここのディオールの白をつけてきます。これめっちゃ良きよ。なんか04番とすごいどっち買おうか迷ったんだけど、ザ・青み系が似合う方は多分こっちの方が成功します。うまく使えると思う。04番私が見た感じ合わなかったから、こんな感じでふんわりつけて、でここの紫っぽい色と白を混ぜて、ほんのりほんのりつけて、あのねディオールのチークもそうなんだけど、肌につけるとね透明感すっごい爆発するの。そう、私普段チークさ似合わないと言われる人間だけど、これとかディオールのチーク使うとすごいね褒められるの。普段私チーク褒められない人間なのに、不思議でしょうがない何が違うんやろうっていう他のものとです。ということでもうちょっとだけダメが欲しいので、この色
なんかザラメな感じではないんだけど、つけちゃおう。ジオちゃんメイク、ジオちゃんメイクって言っていいのかわかんない。ただ単にメイク濃いメイクみたいな感じになってるけど大丈夫かな。こんな感じで OK。 そしたら上の方にもこうなんていうの、ラメをねほんのりこうつけたの、つけてないの、履くの履かないのぐらいな量をつけて終わりです。メイク、アイメイク、はい、ということで前髪の跡がすごくなってる。どう？なんかこの髪型が好きって言われたんだけど、なんか髪ボサってなってる。あとリップだけなんですけど、髪の毛がプサって入ってくるの嫌なので、まず先にくくってから入れます。これセリアです。セリア塗ってるよ。これかわいいよね。ティッシュないから、今日はコットン、綿コットン無駄遣いして。そしたら、そしたら周りを隠してベース、ロマンドのベースを塗ります。一旦ね。そしたらぼかします。こんな感じで。そしたらジオちゃんが本人が使ってたこのロマンドのグレスメイティン版のカヤピグを使います。ちょっとオウム寄りな感じなんだけど、ベースにちょっとクールトーンなカラーをつけることによって私がつけても大丈夫になります。はい、ということで終わりです。じゃーん、ジオちゃんメイク、ジオちゃん風メイクです。だからちょっとメイクがいつもより濃いですが、でも個人的に結構派手だけど可愛く出来上がったんじゃないかなと思います。ということで今日はなんかまた話ごっちゃりとしてますが、しましたが、いかがだったでしょうか。またどういうメイクしてほしいとか、どういう話、彼氏との話とかでもしてほしいこととか、話してほしいこととか、そういうこととかあればぜひコメント待ってます。ということで今日はここで終わりたいと思います。メダチャンネルのあゆでした。また見てね、バイバーイ。